お腹減ったな、お腹減ったな、お腹減ったな、食い倒れてみた。大阪に行けばいいのか。よし、ね、今から準備だ。いつものリュックにペロリンパ。衣類少な、三脚、三脚、よいしょ、よっこいしょ。外出用にはマスク、主にバレたくない時に使います。そして最近買った2万ミリアンペア時のモバイルバッテリー。いや、思ったより安かったよこれ。この前セールで忘れてた、4000ぐらいだったような気がするんだけど。よいしょ。あとは GoPro、 ほんでぐちゃぐちゃ入れだな。ほんで今回はヒゲ剃らないから。でも乳液は必要、ほんと肌弱いの私。これは上の方にぶっ込んで、ほんで暇つぶし用の iPad。 以上じゃね。あとは今回カメラこんな感じで、超コンパクト、ドリキンスタイルのやつでございますね。ほら、マイクがこれ、これドリキンスタイル。ただね、これよく抜けてなくしちゃうから、もう一個予備ぐらいは必要。レンズもね、超ちっちゃい、超薄いやつ使っております。あ、もちろん本当の理由は食べ歩きじゃない。本当の理由はね、1年後ぐらいに多分教えることができるかなと思います。今日はね、まだ時間があるから、まあ食べ歩きして、でまあちょっと誰か YouTuber のとこちょっと遊びに行って寝て、ほんで明日が本番の相談だから、まあまた1年後そちらについては楽しみにお待ちくださいませ。ほんじゃ、担いで行ってきます。よいしょよいしょよいしょ、こっち行ったな。よいしょよいしょ。うわー、晴れた。エリちゃんも一緒です。本日はどうも。今日はね、うちの子はね、ちょっと実家の方に預けまして、預けましたね。打ち合わせでちょっとどうしてもなんで、うちは預けまして、すごい寂しいです。ではチケット会議レッツラゴー。手振りひどい、時間なかったから、まあ、カズさんだけ先走ってチケットを買ってゆっくり歩いてきたエリちゃんに渡すって作戦。出てきた。よし、チケット入手。はい、お願いします。5番乗り場です。はい、どうも。よいしょよいしょ、着いた。よいしょと、大阪の方は右側が歩かない人、なんか東京と大阪で変わるんだよね確か。ホテルが前なんだけど、やばい、地下に吸い込まれていく。いやー、ほんと都会難しいよな。どうやって行けばよかったんだろうこれ。地上に出れない。よいしょ。えいちゃん、ここ来たらとりあえずやるべきこと知ってる？行くよ、アポ。はーてと、ほら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 、大阪ステーションシティ。よいしょよいしょよいしょ。さて、荷物軽くして旅歩きの旅へレッツラゴー。よいしょよいしょ。はい、というわけで、今日は新世界ですね、マウギンさん。そうです。新世界の方にやってまいりました。そうです。やっぱうまいもんね、ちょっと2通り行こうかと思って。 OK。 で、ここはやっぱ串カツですか。そうです、串カツです。串カツ発祥の地みたいなノリなので、ノリなので今から行ってみたいなと思います。やばい、これが通天閣か、有名な。なんか色が変わるみたいだぞ、すごいな、大阪って。めっちゃ綺麗になってる、なんか楽しい。なんか釣りできるらしい。もうちょっとここに中で釣りできる場所あんの。うわー、この中で釣りできるんだ。いや、釣りしないよ。今日釣りしない、釣りしない。今日は串カツ。すげー、みんな自撮りしてるから。すげー、目立たんやろ。うん、目立たんやろ。みんな自撮りしてる。やっぱ特にアジア系の人が多くなったんだよね。アジア系の人がね、うん、アウェイ感がない、本当に。こうやって自撮りしてても、うわー、すごい。じゃーん、こんな感じよ。かっこいい。手ぶれを押さえつつ優しく歩く。難しいな、手ぶれ補正ねえかな、これ。にはちょっと刺激が強いわねえ。いい匂いしかしない。あ、ここ親父の串屋。はい、行くよみんな。はい、乾杯。
マグネも来てます。イエーイ。マグネも、ここ3年ぐらい前だよね。4年前か4年ぐらいかな。3年か。だって赤ちゃんやから。そうか、3年前来たことがある。3年前に一緒に来たんだよね、このお店に。変わったね、ほんとこの街も。ありましたね、前より明るくなったすごい街が。よりあの何、観光地にそう、観光客が来やすい。でも明るいの、そうなの、明るいのでもいいやん、なんかまあね、ハッピーな感じでね。うん、また観光客増えたね、うん、なんか外国の方がそうめちゃめちゃ増えた。めっちゃグローバル。バーイサービス、二度漬け禁止ですよーって。キャベツでソースを取るんですよ。キャベツでソースを取って、うん、なるほど。ちょっと見本、見本しようか。お願いします。はい、ね、ただ二度漬け禁止なんですので、はい、これで、おー、なるほど。あ、聞こえませんでしたっけ。こっちに入れとく、ね、あ、こういうことですね。なんで、ペッペッペとこれは好きだなだけつけていいと。そう、そういうことです。こういうことですね。それ、含めなさそう。すくわされへん。あ、おいたじゃない、いたじゃない。才能やね。キャベツがいいね。おー、来た、いいキャベツ使いました。これちょっと、やりすぎって感じ。あ、おいしい。うまっ。来ましたよ、野菜盛り来ましたよ。スビいただこうかな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。一度漬けで、一度漬けで、はい。皿のタレで調節して。うまっ、うまっ。分からん。なんか、これでっかいのいこうかな。よう分からんと言って。まあ、ネギでいい、ネギで。一度漬けで、シュパーっと。これぐらいいくか。そうそう。あー、美味しそう。ネギだね。ネギやな。ちょっとわざとらしくない。いや、でもちょっと熱かった。うまっ。あー、串がいっぱいだ。幸せー。これちょっと行ってみます。はいはい。はい、もうひったひたに。そうそうそう、ひったひたになるべくつけてくださいね。うん、うまい。牛何行くね。海鮮じゃなくないじゃん。まじ肉、肉か。うまっ。混じってんのね。じゃあキャベツのおかわり来ました。キャベツ食べたら自動でいっぱい来るよ。ペペロ。あ、うまかった。ごちそうさまでした。あー、エリちゃん美味しかったね、本当に。すごい、めっちゃいいやん、風景が。バイバーイ。バイバーイ。めっちゃ泣きそうやな。バイバーイ。OK です。はい、どうも。バイバーイ。ありがとうございます。よいしょ。お、交差点のなんかど真ん中で降ろされた。赤信号でまだちょっと渡れねえな。運転すごかったね、やっぱ。あれが、うん、大阪流なのかな。大阪の速いし、赤くてもちょっと行ったね。なんか角が ややちょっと行った。ややちょっと、うん、ややちょっとアウトじゃないけど、ややちょっと行った。うん、ほんでこちらが、道頓堀周辺でございます。とりあえずグリコだけやっておかないと、サムネ的にも。サムネで使うか分からない、グリコだけ やりに行こう。サムネってなんかちょっとね、彼女できましたと。うるさい、うるさい、行こう。そん時ぶりか。そ思い出の地じゃん、ある意味。そうだね、モザイクかかってた。うるさい、うるさい。すごいよ、あとはすごい、カメラの暗所性能やで、すごい。すごい、何これ、えらいことになってる。あ、えいちゃん映ってるよ。いけるよ。はい。はい、オッケー。ほな、俺もやっといて、あいちゃん。はい、せーの。いいよ、いい感じだよ。いい感じ。うん、オッケー、オッケー。ツーショットはいいの、彼女できます。うるさい。うるさい。あらららら、あらららららら、どうもどうも。あら、嬉しいわ。ありがとうございます。大阪来てたんですか。そう、来てた、来てた、来てた。嬉しいです。あら、また見てください。嬉しいな、ありがとうございます。大阪の子ってあんな可愛いや、可愛いや、大阪の子は。えちゃん、もう満足。もういいんか。もう満足。グリコ行けたらもう俺満足やわ、ここ。うん、ただちょっと、たこ焼き、やっぱどこでもいいで、たこ焼き。うまいとこいっぱいあると思うんやけど。並んでるとことかじゃないの。いや、もうどこでもいい。どこでもいいから、たこ焼きだけ行こう。わかりました。やっぱ綺麗、夜が綺麗、ほんとこのカメラね、ほんと。うん、ほら、
えちゃん有名な鍵だよ。すごい動いてる。あ、カズさんです。どうもどうも。おう、もちろんもちろん。前来たけど、えちゃんよりやばいよこれ。こんなな。これが大阪ですよ。うん、もうたこ焼き食べて帰ろう。すごい人が、よう人よう。えげつない行列あるね、えちゃん。何の行列やと思う？この先っちょだけ右行ってみよう。うん、なため。この先っちょだけ右行ってみよう。結構な列だよ。絶対並ばんけど。お寿司屋さんか。へえ。金龍ラーメンもめっちゃうまいって、そういえばツイート来てた。はあ、悩むけど、たこ焼きで締めよう。あ、お返しです。わあ、美味しそう。おお。おお。うまいどう。どや、えりちゃん。どや。あ、ちょ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 。どう、気をつけんたかんのや。暑いで。やーん。ごちそうさまでした。うまかったね、えりちゃん。次はね、なんかアルションっていうところがすごいなんかおすすめされたので、そこ行く。行ってみようか。アルションは何屋さんなんだろう。裏来るとまた人が減るけど、またここはここでいいね。多分アルションはこの、あ、ここ昔行った、ハワイ行けんかった時にこれ食べたね、行った場所だ。やってるかな、やってないかな。夜綺麗だな。やってるんじゃない。なんかね、スイーツ片手にね、歩いてきてる。あ、やってるやってる。やった。中でも食べれる。テイクアウト。え、テイクアウトせんの。テイクアウトにする。うん、お外で食べるクレープほど美味しいもんはない。何にしようかな。1個だけ。うん、うん、1個だけだよね。はい、どれにしよっかな、どれにしよっかな。決めた。はい、どうも、ありがとうございます。はぁ、かわいい。しょっぱいものの後にはスイーツ。えいちゃんいいよ、最初。じゃあ生地の方から。はい、どうぞ。うわ、何今の。オーバーなんじゃないか、えいちゃん。ちょっと待って、すごい二人。ほら、うちら福井で行きつけのクレープ屋あるやん。うん、あれはあれでめっちゃ好きやけど、美味しいんやけど、またこれはまた違うの。パリッとってのが入ってきたよ。え、何それ。え、クレープでパリッとなんて存在するの。食べればわかる、食べればわかる。美味しい。うまくない。え、何こんなクレープあんのって感じになるよね。いつも食べてるのとな。ん、いつも食べてるのなんかもちもちで美味しいよね。でもこれはこれで好きだわ。生地がスイーツ、生地自体が。ほんとほんと、まだ具に行ってないけど美味しかった。うまっ。教えてくれた人ありがとうございます。本当にどう、翔さまありがとうございます。本当にこれは軽々してよかったです。本日はこんな感じで締めますか。わかりました。いや、いい感じに食べ歩けたような気がしますね。串カツ食べて、たこ焼き食べて、クレープ食べて、うん、まあ、これ以上は食い倒れたらダメだからね。倒れないように入りましょう。また来よう。多分ちょこちょこ来ることになるとは思うから、大阪ね。またちょこちょこ遊びに行きます。な、ほんじゃこんなとこでバイバイ。昔この辺で写真撮ったほや、したよ。大阪の竹下通りや。